清水秀夫は島根県出身のプロ野球選手。ポジションは投手、一塁手、外野手。米粉中学校では1935年の甲子園にエースとして春夏連続出場。バッテリーを組んだのは井上新一郎だった。中学卒業後は明治大学へ進学し、東京6大学リーグでは、 小玉リーチとの系統で1937年春季から1938年秋季にかけてリーグ初の4連覇に貢献。特に1938年は、秋季シーズンだけで62三振を奪うなど、年間100奪三振を記録した。リーグ通算47試合登板、17勝8敗、防御率1.86、184奪三振。 大学を中退して1940年に南海へ入団すると3月に初登板無失点勝利を達成したのをはじめとして1年目から2桁となる11勝を挙げチームトップとなる防御率1.75を記録する三振か四球かと言われた荒れ玉の合速球とブレーキのあるカーブを駆使して活躍するこの年の270奪三振は リーグ3位であったが、9イニングあたりの脱三振7.89個は2位以下を1個以上、引き離して1位となっている。また同年には2度の毎回脱三振を記録しているが、通算かつ1シーズンで2度の達成は清水が、日本プロ野球初なお、この年には一類種としても56試合出場して、規定打席に到達し、打者としてもチームトップの打率。 227を記録している。同年末に王将し、1941年に中国戦線で腰に対する貫通重装を受ける。1942年南海に復帰するが、重装の後遺症により、スローカーブ主体の南東派として生き延びることになる。戦後の1946年には、松江中学校を率いて、夏の甲子園でベスト8に進出した。 同年は、グレートリングに所属していたが、シーズン途中に、中部日本へ移籍し、1947年には、自己最多となる23勝を挙げ、リーグ7位の防御率1.93記録。1948年と1949年の、両年とも12勝を挙げて4年連続で2桁勝利を、記録。1952年からは、太陽ホエールズでプレーし、 1953年に通算100勝を達成して同年引退。引退後は米子市朝日町で飲食店を経営した。野手としても活躍していることからわかる通り打撃が得意で4番打者を19回務めている。ベテラン外野手が打球を追ってひっくり返りエラーすると監督でもないのに自分でさっさと外野手を交代させてしまったこともあった。微男子で ファンが多かった。中、昭和19年は全6チームで背番号を廃止。ありがとうございます。